大津市以下立途中町京都市左京区大原大原省伊豆市町から桃井峠へ向かう平坦な区間国道477号は三重県四日市市から大阪府池田市に至る一般国道である起点の三重県四日市市から北西に向かって竹平峠を通って鈴鹿山脈を越え滋賀県日野町大見八幡市を経由して 琵琶湖の南部を有料道路琵琶湖大橋で渡って、京都府に入り、京都市北部の山中を北に向かって大きく迂回し、南丹市や亀岡市を通過しながら南下して、終点の大阪府池田市へ向かう、一般国道の路線である。途中の京都府内の一部区間は、いわゆる国道の一つとしても知られており、落北の杉林の中を縫うように走る対比場所の、少ない離合困難な愛路や、 交差点での経路が、鋭角カーブになっている通称、桃井分かれ、極めて急でかつ舗装が劣悪な桃井峠などがある。ほか、八木駅付近では、京愛な駅前商店街を通過するなど、何度も多い。なお、大河原バイパスや、小出石バイパスなどが共用を開始し、滋賀県竜王町と大見八幡市の境界付近に、連続していた、区の地型カーブが、ほぼ直線に改善されたほか、 2011年現在も、西田大矢部道路や大伏各福などが事業中で少しずつではあるが、通行困難箇所の改良が進められている。兵庫県と大阪府との境一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。起点のある三重県四日市市から滋賀県加茂郡日の町を走る。 国道307号までの湯の山街道、鈴鹿スカイラインと呼ばれる区間は、一般国道としては、一般的な整備がなされた道路が続く。国道307号から、美和高橋までの滋賀県内のルートは道なりに進まず、右左折を繰り返しさせられるところが多い。かつては、滋賀県東大見市の区間に、止まれの道路標識があり、優先道路としての扱いは、 県道以下の場所も存在した。市が、京都の府県境にある峠である途中越を越えて、京都市左京区内に入ると、桃井峠前後の区間で、道幅は1車線と狭く舗装状態の悪い道になり、急カーブが連続する勾配18%の坂道がある。さらに、桃井別れから花生峠と1車線の愛路が続き、花生大伏せ町まで、 京都府道38号京都広川原網山線と重複する。南丹市や亀岡市、川西市にも国道区間は見られ、南丹市内の八木駅前の国道9号、八木交差点から伸びる商店街を突っ切る国道となる。この商店街ではマイクロバスを除く大型車を対象にした一方、通行規制となっており、桂川に架か,かる大井橋側から八木駅方向のみ、 大型車は通行できる。南丹市内の八木交差点からその上、山間部では、道は狭く、センターラインがないところもある。大阪府池田市の国道176号、西本町交差点付近は、国道173号と国道423号と、重複するところで、関西切手の渋滞頻発区間としても知られている。西の浦バイパス30県四日市市西町と、 同市西の浦二丁目を結ぶ。2014年4月30日供用開始。四日市湯の山道路三重県四日市市工学町と三重郡小物町音羽を結ぶ。全線開通済み。小物バイパス三重県三重郡小物町音羽と同町畜産を結ぶ。大河原バイパス滋賀県高架市土山町を大河原に位置する。全線にわたって開通している。必ずスケバイパス。 滋賀県加茂郡日野町30坪と、同県東大見市、下朝尾町を結ぶ。2013年12月9日、共用開始。高津川洲本バイパス、滋賀県森山市佐塚城と、同市洲本町を結ぶ。事業中。なお、一部は開通している。小出石バイパス、京都府京都市左京区大原省伊豆市町に位置する、全長約150メートルの道路。 2004年度に設計や地質調査などを行い、翌年度から3年間の計画で事業化された。なお、改良前の旧道は、福音が約4メートルしかなく、離合が困難であった。西田大谷部道路京都府南端市や議長西田と、同市や議長大谷部を結ぶ。事業中、天国道路京都府南端市そのべ町口人と、同市その辺丁度の谷を結ぶ。 統合バイパス、大阪府豊野郡の接庁の真当寺と、道庁寺業を結ぶ、全長約3キロメートルの道路。共愛区間の改良が起訴されたが、集落内での道路拡幅が困難のため、補助整備事業と連携し捻出された敷地に、バイパス道路を設けることとなった。2002年に一部が共用開始され、残る区間も2010年3月26日に供用開始された。 琵琶湖大橋。この上を国道477号が通る。琵琶湖大橋詳細は、琵琶湖大橋を、参照琵琶湖大橋有料道路のうち、橋梁部以外の区間は無料になっている。桃井別れ。進行方向左は花生峠、右は桃井峠へ向かう。国道のルートは V 字に曲がっており、四輪車の通過時は、切り返しがほぼ必須となる。桃井別れとは、 京都府京都市左京区倉間にある国道477号と京都府道38号京都広川ら宮間線が分岐する交差点の通称国道477号は一見不可解なルート設定が散在するほか難所も多いため国道と評されているがその中でも最大の難所がこの桃井別れとその周辺の桃井峠だと言われている桃井別れは 切り返しのいる国道の交差点としてよく知られている。桃井別れの概要、編集、桃井別れは、桃井峠と花生峠の中間にある、京都府道38号京都広川原網山線との交差点であるが、ここが難所と呼ばれるゆえんは、国道としては、急すぎる分岐角度にある。桃井別れから花生峠方向へ上る国道477号と、 倉間方面へ降る京都府道38号はほぼに、車線幅ほどあるセンターラインなしの道で、この2方向が道なりとなっている。国道477号のルートは、この交差点で、道なりになっておらず、ほぼ180度展開しながら、向きを変え、斜面にへばりつくような、細い一車線の坂道で桃井峠へと向かう。桃井別れにおける国道477号の、 右左折は、桃井峠側から侵入してきた場合は、小型車なら切り返しなしで花生峠方面へ曲がれることもあるが、花生峠側から侵入してきた場合は、桃井峠側の方が強路であるため、崖から落ちないように、路肩側を比較的余裕を持って通行する必要があることから、四輪車では、ほぼ切り返しが必要となる。また、ここから桃井中央までの区間は、 非常に急な坂で路面の状態も悪く、しかも、道幅が、極めて狭い上にすれ違い可能な箇所は、ほとんどない。桃井別れの所在地、編集京都市京区京北州山町の国道162号高点から、京都府京都市左京区大原町伊豆市町の国道367号高点までが、花瀬峠から桃井峠にかけての区間である。インターチェンジ、編集橋梁。 トンネル、編集道の駅、編集三重県三重郡小物町のご在所学難面の、崩落箇所三十県四日市市三重県三重郡、小物町滋賀県加茂郡日野町滋賀県、加茂郡竜王町滋賀県大津市京都府京都市、京都府南丹市京都府亀岡市兵庫県川西市、大阪府池田市小出石バイパスに関するカテゴリー。ありがとうございます。